質問来てた。高専2年生です。本当に高専が合わないです。勉強面では自分は文系教科が得意で理数が苦手です。学校生活でも言い方が良くないですが、中学校の頃と違って癖の強い人、自分と合わない人が多くて、学校が楽しくなくとても苦です。誰か共感してくれる人はいませんか？入学した時から2年間誰にも分かってもらえず、学校を辞めたいと何度も大人に相談してきましたが、なかなか理解してもらえません。そのこと信じてもらいたいと思ったことがあります。誰か助けてください。結論、辞めましょう。さっさと辞めちゃえばいいと思うんだな。死んでしまいたいって思ったら、あれっすよね。一回自分で死のうとして、本当に死にたい人はあれ死ぬんだよね。でも、こういう、なんか軽く、死にたいって言ってる選手は、ね、多分死のうと思っても死ねないんで、当然、謎っすよね、これは。大人アラウンドもやってくれない。